トリリオンゲーム春、メグロレンが放った日付に注目スノーマンとのリンクに粋な仕掛け愛を感じるの声。スノーマンのメグロレンが主演を務める t b s 系金曜ドラマトリリオンゲーム毎週金曜夜10時からの第6話が18日に放送された。ある日付に注目が集まっている。 ネタバレあり、メグロレン主演、トリリオンゲーム原作は、ビッグコミックスペリオール小学館で好評連載中の原作、稲垣理一郎、作画、池上良一の同盟漫画。主人公である、世界一のわがまま男春と、真面目で不器用なエンジニア、ガクという正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラー、お稼いで。 この世の全てを手に入れようとなり上がる前代未聞のノンストップエンターテインメント。トリリオンゲームスノーマンとのリンクに反響天才クリエイターの佐島、鈴木孝介がトリリオンゲーム社にやってきた。だが、金儲け主義の佐島とハートを大ごとにする桜、原義隆は意見が噛み合わず何度もぶつかってしまう。